モリアーティ教授です。今回は人の企画をパクるという教育者にはあるまじき動画です。ゲームキューブをパソコンにするという吉田製作所さんの真似です。でもあっちはゲームキューブ自作 PC ということで、ゲームもできるライゼン5の高性能パソコンです。こっちはゲームキューブ PC で、安い低スペック PC をただ単にケースにぶち込むだけで、コンセプトが違いすぎますけど、すみません。ゲーム機にパソコンをぶち込むっていうのは永遠のテーマじゃないですか。森はほとんどゲームせんから、サイズ感もわからんので、ミニ ITX をゲーム機に入れようと思ったら結構マザーが大きいんだね。そこで手に入れたのがマウスコンピューターのセレロン搭載超小型 PC です。スペックは CPU がセレロン847、2コア2スレッド 1.1GHz です。メモリーは DDR3L4GB、 ストレージは2.5 インチ SSD です。その後ケース用のゲームキューブを手に入れたところ、まさかのサイズがデカすぎ問題が発生しました。ダメです、入りません。あっちのアスロックデスクミニ A300 ってめちゃめちゃ小さいんだなと思った。入らんけどセレロンの性能を見てみようとシネベンチ R15 を回したところ、驚異の 67CB でした。90台は見たことあるけど、60台ですよ。 Windows 10 が起動するだけで性能は完全に終わってます。そしてファンが常に回っているのでめちゃめちゃうるさいです。何をやっても CPU 使用率がほぼ 100% に張り付いています。シネベンチ R20 は132で40分ぐらいかかります。ドラクエベンチは765で、ここまで低スペックだと音と映像が遅れます。もともと Windows 7だったみたいですが、実用になるんですかね。森は終わった性能のマシーンが好きですけどね。それでまたまた小さいパソコンを求めてネットを徘徊していたところ、見つけました。いっぱい投げ売りされていた Asus Chromebook CN60 っていうのを。 OS は Chrome OS とかいうようわからんのが入っているので、Windows 10にすればよくねってことで買いました。スペックは CPU がセレロン 2955U、 2コア2スレッド 1.4GHz、 メモリーは DDR3L2GB、 ストレージは M.2S 型 SSD16GB です。サイズ感はぴったりっぽいけど、またやってしまった。 BIOS とかないので他の OS は入れられないみたい。 Windows 10にならないものかと海外の文献を Google 翻訳で探しまくったところ、ファームウェアを書き換えればいけるらしいということが書いてありました。手順通りやってもファームウェアの画面に行かず、ようこそ画面にしかなりません。もうダメかと諦めかけていたところ、分解して中のネジを外し、書き換え禁止を解除しなくてはいけないらしい。ようこそ画面からネットワークを選択した後に、コントロール、オルト、F2 でコマンドが入れられるようになります。あとはゴニョゴニョしたところ書き換えに成功しました。今回はメモリー追加と SSD 換装をして Windows 10をインストールしたいと思います。外観はフロントに USB 3.0 が2ポート、側面に SD カードスロットとケンジントンロック、背面に音声出力、ディスプレイポート、HDMI、USB 3.0、LAN、電源コネクタが付いています。メモリースロットは2スロットあります。吉田ストーンじゃなくて、キングストーンの 2GB が入っているので、マイクロンの DDR3L 4GB を追加します。
SSD は無線 LAN カードの下にあります。元のサンディスクの 16GB を外し、トランセンドの 120GB に換装します。選択肢がほぼない M.2SATA2242規格です。ここから Windows 10をサクッと入れます。インストールができたので定番シネベンチとドラクエベンチ行ってみます。スコアはシネベンチ R15 は 97CB、 シネベンチ R20 は 211、 ドラクエベンチは 1237 でした。コミスペック PC あるあるのもっさり感がすごいですが、前のセレロン847マシンよりは快適です。動作音もほとんどしません。かろうじて Windows 10が動くので、これを次回ゲームキューブに打ち込んでいきます。